ましたね。結構山あいまで入ってきたみたいね。東京にもこんな場所があるなんて、なんだか不思議な気分だわ。座りっぱなしは暇だな。サイフォンのパズルゲーでもやってよっと。こら、こんなところまで来てゲームなんかやってんじゃねえ。下ばっか向いてると車酔いするぞ。しないって、子供扱いしないでよ。でも本当に晴れてよかったですね。またしばらく雨でしたし、少し心配でしたけど。ええ、どうやら今年の梅雨もピークは過ぎたようです。予報ではこの周辺も週明けまで快晴となるとか。いやー、これぞ絶好の行楽日和ってやつだな。天然温泉に山の幸、久々に目いっぱい堪能するぜ。僕は初めてなんだよね。楽しみだな。あ、そうなんだ。よし、私に任せて。しっかり案内してあげるから。ったく、騒がしいな。私も楽しみだよ。みんなで一泊するなんてなかなかない機会だもん。ま、たまにはいいか。神山温泉、俺も結構久しぶりだしな。今度の週末っすか？森宮市の外れにある温泉地、神山温泉。そちらへの一泊二日の小旅行に皆さんをご招待したいんです。神山温泉、小さい頃に行ったような。俺も昔カズマたちと行ったことがあったな。昔から多摩の名湯として知られている場所だったか。へえ、森宮市って温泉まであるんですね。つってもほとんど県境の辺鄙なところだけどな。しかしまた急というか、ヒロギ、お前も噛んでんのか？ええ、美月さんと話し合って企画させてもらったの。先日の霧の事件で困難を乗り越えたあなたたちへのねぎらいの意味を込めてね。それに改めてあなたたちに話しておきたいこともあるし。話しておきたいこと？それって分かった。せっかくだし乗らせてもらうぜ。私も今週末なら部活はありませんし。まあ僕も予定はないから付き合ってあげてもいいよ。こちらも問題はねえ。それでは今週末の方向で進めますね。ちなみに生徒だけでの旅行というのも少々問題あるかと思いまして、ある方に引率をお願いすることにしました。どうぞ。失礼するね。って問わねえ。さすがにびっくりさせちゃったかな。びっくりしたというか、
いいのか、この場に呼んでも。少々事情がありまして、前回異界化した学園内でなぜか意識を保っていた方々、久我山さんと佐伯先生には記憶消去の処置が取られました。ですが九重先生の記憶だけは消せなかったんです。なんだかそうみたいで、おそらく潜在的な霊能力を持っているんだと思います。そこで美月さんと相談して、この際改めて事情を話したの。すでに異界や怪異など一通りの説明はしてあるわ。マジかよ。そうだったんですか。そのさすがに最初は信じられない話ばかりだったけど。学園でのこともあったから信じるしかなかったっていうか。コウ君たちが裏でいろいろと頑張ってたことも気づいてたし、それは。というわけで今後は私もいろいろと協力させてもらうから、よろしくねみんな。ちょっと待て。え、まさか先生も戦ったりするわけ？それは無理みたい。ソウルデバイスっていうのを出せるわけじゃないみたいだから。でも教師や保護者の立場ならいくらでも力になれると思うんだ。止めたってダメだよコウ君、私だって本気なんだから。とはね、決意は固いみてえだな。でも確かにトア先生がいてくれたら心強いかも。悔しいけどネット方面でも力になってくれそうだしね。ああもう分かった、認めればいいんだろ。認めれば。終わりだね。とりあえず旅行の日程も決まりですね。はい、準備を進めておきます。ちなみに送迎の車はいくらか席が空いていまして、他にも誘いたい人がいれば遠慮なくおっしゃってくださいね。これから向かう神山温泉は多摩でも歴史の古い名湯なんだよ。霊源新たかな山中にあって美人の湯としても有名なんだ。ヒイラギさんやソラちゃんは初めてみたいだし、楽しみにしててね。予定があったのは残念でしたね。
急な企画でもあり、あ、車で40分くらいだし、別の機会にでも誘えばいいだろう。よし、ハイスコア更新。お前は会話に参加しろよ。なんだろうね、あの高畑先輩まで来てるなんて。まあ、あの先輩も噂ほど怖い感じじゃなさそうだし、むしろ可憐な三月会長や柊木さんとお近づきになれるチャンス。とわちゃんやそらちゃんもいるし、俺のバラ色の高校生活がいよいよ幕を開けるのかもな。まだ諦めてなかったんだ。でも懐かしいね。神山温泉なんて小さい頃にお隣同士で行ったきりじゃない？そうだっけか。おじさん、昔からよくいろんなとこに誘ってくれたもんな。さすがに中学くらいから少なくなっちゃったけど。よかった、またこうちゃんとこんな機会があって。最近なんだか忙しそうで、あまり一緒にいられなかったし。悪い、バイトとかいろいろと野暮用があったからな。本当よかったぜ。こいつらとの日常ちゃんと取り戻せたんだよな。どうしたの？なんでもねえさ。時坂君と倉敷さんって本当いつも仲がいいわね。やっぱり幼なじみならではといったところなのかしら。それほどでも。たく、茶化してんじゃねえよ。
てもいいのに。いいな、私も毎日起こしてくれる可愛い幼なじみが欲しかったわ。毎日じゃねえっての。じゃなくてだな。墓穴掘ってやんの。確かにこうは恵まれてるよね。皆さん、ご歓談中に申し訳ありませんが、まもなく到着いたします。見えてきましたね。旅館ね。こんな場所が市街地を抜けた先にあるなんてな。秋頃になると綺麗な紅葉も楽しめるんだよ。でも今の時期も新緑が生えていいですね。ああ、来るのは久々だが、なかなかおつな感じだぜ。サイフォンは、あ、ちゃんとつながるじゃない。たく、到着早々それか。それでは明日の11時ごろお迎えに上がります。皆様、どうか存分にごゆっくりされてください。お疲れ様です。ありがとうございました。それでは早速チェックインしましょうか。結構モダンな感じなんだね。そちらの中庭もとっても風情があるわね。こんな立派なところに泊まってもいいんでしょうか。じゃあちょっと手続きしてくるね。少々お待ちください。おう、よろしく頼む。
君がここに。どうしたの、こうちゃん。あれ、そっちの人。リオンじゃねえか。いやー、まさかスピカがお忍びで慰安旅行に来てるとは。すごい偶然ですね。内緒だからニアでつぶやいたりしないでね。いやいや、分かってるって、ファンとしての仁義だからな。にしても、ヒャホー、宝くじでも当たった気分だぜ。舞い上がってるな。普段から入れ込んでるもんね。しかしお前、さっきの顔はちょっとヤバいんじゃないか。あの緩み切った顔、アイドルにあるまじきっつうか。いいでしょ、玉のおふくらい。まあ今時そのくらいの方が好感度につながるんじゃない。そうそう、さりげない日常の素顔ってのがさ。あ、リオン先輩。こんなところにいた。おお、若葉ちゃんにアキラも。あ、ファンの人たち。ああ、平気平気、同じ学園の人たちだから。何？あんたたちもマッサージしに来たの？あ、そうじゃないですよ。ミーティングがあるのにいつの間にかいなくなるし。春菜先輩はともかく、レイカ先輩に怒られるよ。ゲゲ、すっかり忘れてたわ。それじゃあまたね。やれやれ、世話しねえな。はあ、リオンに続いて若葉ちゃんにアキラまで。これで春菜にレイカまでお目にかかれたりしたら、俺この週末で人生の運を使い切っちまうかも。ダメだこりゃ。でも3人ともさすがにオーラがあったね。あの若葉って子も PV だと地味そうな印象だったけど。実物はさすがっていうか、あのアキラちゃんとかボーイッシュなのに可愛いし。でもあいつ前回の記憶ちゃんと消えてるみたいだな。ええ、ゾディアックの処置がうまくいったみたいね。久我山さんたちも来ていたなんてね。お待たせ、チェックイン終わったよ。荷物の方は部屋に運んでおいてくれるって。早速ですが、露天風呂にでも行きますか。今の時間なら貸し切りで使えるそうですよ。あ、いいですね。明るいうちから一風呂ってのも悪くねえな。中庭の雰囲気もいいな。へえ、獅子おどしもありますね。あら、あちらの方にも小さな門があるわね。ああ、何だったかな。確か階段があるところに繋がっていたような。裏山の参道につながっているんだよ。
稲荷信仰が残っていて、古い祠なんかもあるの。ふん、そんなものがあったのか。前に泊まったのは別の安宿だが、確かに長い階段を登った先にあったような気がするな。あれ、お前たち。え、まさか五郎先生。なんだ、やっぱり時坂たちじゃないか。心得先生まで一緒とは奇遇ですね。そうですね。まさか佐伯先生までいらっしゃってたなんて。驚きました。なんだ、柊に生徒会長までいるのか。趣味の山歩きを兼ねてここまで足を伸ばしてな。と、そっちの二人も確かうちの生徒だったか。ああ、三年の高畑だ。一年の篠宮だよ。先生の授業は受けてないけど。次から次へと、偶然にも程があんだろ。しかもこのサプライズは全然嬉しくねえな。亮太、調子良すぎ。たまんねえなこりゃ。ここ数日の疲れが溶けて出ちまいそうだな。いつもはシャワーだけど、たまには悪くないね。それって防水の治療パッドか。なんだ、怪我でも。大したことはないんだけどね。1週間くらい前かな、自分でも知らないうちに怪我してたみたいで。そうか、この前の騒ぎで転びでもしてたのか。もうちょっと俺たちが早く駆けつけていたら。ん、どうしたの、こう。いや、なんでもねえ。なあこう、せっかくの機会だし、そろそろ教えちゃくれねえか。え、最近お前らが陰で何をやってんのか、麗しの生徒会長に、最強先輩に、メガネの一年坊、柊さんも加わってるみたいだし、さすがに気になるっての。ああ、僕もちょっと気になるかな。口には出さないけど、しおりちゃんも気にしてたよ。それは考えてみりゃ当然の疑問か。どう説明したもんか。ちょっとしたフィールドワークかな。え、ニアー城に森宮不思議探求っていうコミュニティがあってね、森宮市で噂されている不思議な出来事についていろいろと調べているんだよ。僕たちはそこにたまたま集まった同好の士ってやつかな。森宮不思議探求。へえ、そんなのがあるんだ。ああ、俺もちょいと興味があってな。今までも何度か実際に会って活動してたわけだ。なるほど、そうだったんすか。確かにニアならいろんな立場の人が集まるし、それにここ最近変わったことが多いもんね。うん、時事的なネタを追うことで自分たちの街も深く知れる。
確かに民族学のフィールドワークみたいだな。おい、どういうことだ。貸し一つだからね。何か聞かれた時のためにあらかじめ考えてた口実さ。たく、小路への回る小僧だな。そんな話ならむしろ良かったっつうか。中学くらいからアルバイトばっかだっただろ。部活は途中でやめちまうし、じいさんの道場にも出なくなるし。と言って俺みたいにサボって遊びほうけるわけでもね。それと困っている人がいたら放っておけないところがあるんだよね。しかも本人にすら黙って自分一人で片付けようとするし、待て、ジュンとは高校からだろ。なんでそんなこと。何でも何も、僕だって助けてもらったし、去年3年生に絡まれた時にさ。ああ、彼女がジュンの可愛さにメロメロになったっつあれか。それで腹いせにジュンを締め上げようとしたっていう。うん、そしたらこうってばその先輩のところに一人で行って殴られたりしながらなんとか説得してくれたんだよね。気づいてたのか。ほう、やるじゃないか時坂。確かに先輩らしいっていうか。昔っからの性分みてえだな。ま、その意味でバイト以外の趣味の集まりに参加したってのは妙に安心できるっつうか。一人じゃなけりゃそこまで無茶なこともできないだろうしな。それでも心配してたんだよ。お前ら。悪い。余計な心配かけてたみたいだ。まあ、分かればいいんだよ。後でちゃんとしおりちゃんにも説明しなよね。もうアスカ先輩ってば。恥ずかしがることないじゃない。で、魅惑の花園がそこに。こうしちゃいられねえ。今こそ男子の本懐を果たす時。どこか隙間は。あ、向こうの塀がちょっとほころんでるみたいだね。マジか、どこどこ。
ちょっと亮太、篠宮君まで何言ってるのさ。ま、ほどほどにしておけよ。この機会にゆっくりしてくださいね。九重先生はいつもお忙しいんですから。うんうん、そうですよ。いつもみんなから頼りにされて、授業もすごくわかりやすくて、昔からの知り合いですけど、本当お世話になりっぱなしです。別に大したことはしてないよ。しおりちゃんこそ、コウ君のことをいつも面倒を見てくれてありがとう。北斗さんも生徒会長としてすっごく助けてもらってるし。いえいえ、そんな。コウちゃんのことはそれこそ昔からですし。伊吹先輩って。男子は騒がしいわね。それにしてもここの温泉は最高ですね。として芯から温まるっていうか、ええ、評判以上だわ。そういえば離れの別館にも露天風呂があるみたいね。どうしました？武術に限らず、上には上がいるものよ。はい、できれば精進したいです。柊さん、なんだか最近変わったね。変わった？私が？気を悪くしないでほしいんだけど。
ヒイラギさんってクラスでみんなと一定の距離を置いてたでしょ。いつも明るくて親切だけど、どこか壁があるっていうか。でもね、ここ最近変わったなって思ってたの。雰囲気が柔らかくなったというか、暖かくなったというか。倉敷さん、多分その通りなんだと思う。確かに以前の私はあなたの印象通りだったかもしれない。もし私が変われたとしたら、きっと仲間のおかげでしょうね。ソラちゃんや時坂くんたちの。アスカ先輩、って私ったら何を語っているのかしら。ごめんなさい、ちょっと意味不明だったわね。してくれてありがとう。そのよかったら二人の方でも気にかけてあげてくれないかな。え、コウ先輩を気にかけるですか。昔からちょっと危なっかしいところがあるというか、心当たりないかな。ああ、確かに少しばかり向こう水なところがあるわね。わかったわ、倉敷さんの代わりでよければ。温泉に入りながら時坂くんの話だなんて。確かにそうかも。今頃くしゃみをしているかもしれませんね。あれれ、コウくんの話。なになに、いとことして聞いておかないといけない気がする。うん、私も生徒会長としてちょっと興味がありますね。さ
それは無理があるでしょう。そんな大した話じゃ。なんだ、時坂か。ああ、こういう各地の史跡を見て回るのも好きでな。たまに思いがけない発見もあって面白いんだ。どうやらかなり霊格の高い神様らしくてな。大昔は森宮どころか関東一円で崇められていたらしいぞ。ああ、まさか学園で都市ガスの事故だなんてな。ま、昏睡した生徒たちも体に異常はなかったそうだし、倉敷や伊吹たちもその後問題はないんだろう。さてと堪能したし、そろそろ俺は戻るとしよう。それじゃまた後でな。
した。やっぱり離れとは違って広々としてたわね。先輩満喫しすぎ。いいお湯でしたね。よう、久我山か。また君か。さっきロビーで会った。リオン先輩と同じ学校の方ですよね。ああ、時坂豪だ。君らはスピカの若葉にアキラだよな。はい。スピカの2期メンバー柚木若葉と言います。同じく七瀬アキラ、よろしく。この前ちょうど君らのライブを見させてもらったよ。先輩たちに負けないくらい頑張っててよかったと思うぜ。そんな私たちなんて。さすがにそれは褒めすぎだと思う。いや、君のダンスは目を引くし、若葉ちゃんは一生懸命さが伝わってくるのがいいよな。さすがは人気のグループだって感心しちまったくらいだ。そのありがとうございます。時坂くん、なんか私への態度とえらく違う気がするんですけど。あ、ひょっとして年下好みとか。ああ、お前だってよかったぞ。歌に熱中しすぎてステップを2回とちってたのはご愛嬌だったけどな。なんでそこまでちゃんと見てるのよ。仲いいね。どういう関係なのかな。リオンたちどうしたの。マネに見つかればよ。さっさと戻りなさい。ごめんごめん、すぐ戻る。次のライブのミーティングがあるのよね。そうだったのか、悪い、呼び止めちまって。まあ別にいいけど。それじゃあね。失礼します。
だ。ちょっと食べ過ぎちゃったくらいですけど。学生ばかりだったから旅館の人もサービスしてくれたみたいだね。でも美味しかったです。味わい深くて彩りも豊かで。ああ、おかげさまで大満足だ。誘ってくれてありがとうな。いえいえ、お食事どころを一緒にしていただいただけですし。さてと、この後どうすっかな。ああ、そういえば何するか決めてなかったね。せっかくだしもう一っ風呂浴びてきても良さそうだが。みんな元気すぎ。僕お腹いっぱいで動けないよ。ね、せっかくだしお土産でも見に行かない？さっき覗いたけど、いろいろ置いてあるみたいだよ。土産か、いいっすね。私も家族や友達に買っておきたいかも。じゃあ決まりだね。コウも行くよね。おう、そんじゃ。すみません、時坂君たちはこの後時間をもらえませんか？コミュニティのことでちょっと話したいことがあって。ああ、温泉で聞いた。そっか、その集まりで来てたんだっけな。悪い、後から行く。問わねえと先に覗いててくれ。うん、いいのがあったら見繕っておくね。そんじゃ、また後でな。さて、俺も一服してくるかな。それじゃ、ごゆっくり。これで話ができますね。ええ、話せそうなのはこの時間くらいですし。ふう、いきなりでちょっと面食らったけど。例の話しておきたいことか。ええ、この旅行を企画したもう一つのあなたたちに異界について改めて話しておきたかったの。今後のためにもね。なるほどな。いい感じに腹も膨れたし、改めて聞かせてもらうぜ。あの異界と怪異ってのが何なのかを。イクリプス、それは70年前の大戦以降世界各地で起きている現象よ。迷宮という形を取りながら現実世界を侵食して異世界が現れる。その現象は様々な都市伝説や常人には解決できない怪奇事件、時には大規模な自然災害といった形で人間社会に様々な影響を与えてきたわ。そもそも何が原因かすら厳密には分かっていません。未だ多くの謎を残しながら。だけど確かにこの世界を裏から侵食し続けています。あんなことが世界中で。にわかには信じられねえと言いたいところだが。事実は小説よりもか。そして異界の出現と同時にその存在を知る者たちも現れた。私の所属する結社ネメシス、私北斗グループも属する巨大企業連合ゾディアック、様々な勢力がそれぞれの思惑を持って異界に関わってきたんです。異界の監視と管理、そして利用だったっけ。それについては前回の事件でも説明しましたね。そして2015年、今年に入ってから
この森宮市でとある異変が起こり始めました。異変？異界化の発生件数が急激に確実に増え始めたの。私たちネメシスはいち早くその兆候を察知し、米国からの帰国子女という名目で私という執行者を派遣した。それに続いてゾディアックも動き出すことになりました。私が現地の責任者に任命される形で調査を始めたんです。それがヒイラギが森宮に来た、そして美月先輩が関わる理由か。でも異界化の増加ってどうしてそんなことが。その原因は今でも突き止められていないわ。しかも異界化の頻度、脅威度、そして侵食のレベルはここ数ヶ月でエスカレートしている。あなたたちもその肌で感じているようにね。そして先日の霧の事件、ついにはグリムグリード級の最悪まで現れてしまいました。このままでは大災害に発展するかもしれません。大災害だと？え、あの魔女ってのを倒しただけじゃダメなわけ？まさかあれで終わりじゃないってことか。ええ、残念ながら。確かに魔女は強力でしたが、現れたのは2週間前に過ぎません。今年に入ってから異界化が頻発するようになったのを考えると真の元凶は他にいるわ。確かにそうなるのか。そしてここ数十年世界で起きた大災害のうち、そのいくつかは単なる自然災害ではなかったと言われています。すなわちトリプル S 級の脅威度を持つ神話級グリムグリードが引き起こしたものだと。神話級。魔女がおとぎ話だとして神話クラスってことは。待ってくれ、大災害ってまさか10年前のあれもそうだっていうのか。まさか東京震災か。その通りです。10年前に東京都心を震源地として発生した大災害、死者22,000人、行方不明者7,000人という被害を生んだ正真正銘の災厄。あれも神話級グリムグリードによって引き起こされたものだとされているわ。私はニュースで見た記憶しかありませんけど、確か昼間なのに空が夕方みたいに赤くなったっていう異常気象があったんですよね。ええ、その現象になぞらえて私たちはあの大災害をこう呼んでいるわ。東京迷彩と。迷彩、黄昏時の暗い災害か。これ以上ないってくらいの名前だな。あの震災が異界絡みだったってのか。あの時の光景が、10年前のあの騒ぎが。光先輩、東京に住んでいた人には忘れられない出来事ですよね。その真実は
日本国政府によって公には伏せられていますが、裏の世界では戒めとして今でも語り継がれています。そしてここからがようやく本題となるわ。ここからですか？ええ、10年前の東京迷彩、それが起きた直前にもあることが発生していたの。すなわち原因不明の頻発する異界化現象が。なんだと？それじゃあもしかして。幸い状況の深刻度は10年前よりはかなり軽微よ。でも原因が不明な以上、決して楽観視はできないわ。その意味で私たちは用意しておく必要がある。第二の東京迷彩を絶対に起こさせないための備えを。そのために私と柊木さんはそれぞれの本部から正式に教頭の許可をいただきました。その結果、森宮学園に異界対策室を設立することが決定されたんです。異界対策室？それって一体？森宮学園は市内各地へアクセスする活動拠点として申し分ないわ。表向きは部活として在籍し、異界化事件への情報収集と迅速な対処を行っていく。ネメシス・ゾディアックの連携も円滑になることで、これまで以上に効率的な対応が可能となるはずよ。なるほど、確かに合理的かも。そしてそいつが俺たちへの話ってわけか。はい、できれば皆さんにも協力をお願いしたいんです。今まで通り、いえ今まで以上に、共に戦う仲間としてそれに参加していただけないかと。あ、そういうことかよ。私たちに強制する権利はないわ。異界の事件はあくまで死と隣り合わせの裏の世界。一般人が積極的に関わるのはやっぱり進められないから。柊、返事は旅行から帰った後でも構わないわ。みんなゆっくり考えてみて。
よう、ここにいたのか。夜風に当たりたくなって。初めて来たけど本当にいいところね。東京の郊外にありながらこれだけ自然に恵まれていて。ついでに飯もうまかったしな。混んでなかったのはいいが、一泊だけじゃちょっと惜しいぜ。あなたたちはいつでも来られるからいいじゃない。え？あなたたちがさっきの話を受けるかどうかは置いておいて、森宮における最悪は何としても食い止めてみせるわ。だから大丈夫、これからも機会はきっとあるから。ヒイラギ、そうか、お前はずっと森宮にいるわけじゃないんだな。先のことはわからないけれど。ネメシスの執行者である以上、一箇所にとどまるのは考えにくいわね。異界の脅威にさらされている場所は世界中あちこちにあるから。そうか。日本に来る前はアメリカにいたんだっけか。ええ、米国の第二本部にいたわ。そちらで執行者となるための訓練と試験を受けて。任務を始めたのは3年前になるわね。3年、バイトで言えば新人とベテランの中間ってとこか。あれ、第二本部というと第一本部ってのもあるのか。ええ、そちらは英国にあるわ。もともとネメシスの源流は中世の魔術結社にあると言われている。それが大戦後新たな形で再編され、世界規模のネットワークを構築し、近代化するにつれて米国の支部が最大規模の第二本部となったの。まあロンドンにある第一本部も未だ隠然たる力を持っているけど。はあ、派閥みたいなもんか。ってそんな内部事情を部外者に話してもいいのかよ。このくらい裏の世界なら誰でも知っているレベルだから。それこそクグラヤのマヨちゃんあたりでもね。そういや、あの金物屋もそのネットワークに属してるのか。確か霊具職人だった。ジヘイさんは日本でも指折りの職人ね。それだけでも森宮に来てよかったと思っているくらいよ。へえ、あの偏屈なじいさんがね。しかし聞けば聞くほどアニメやラノベの世界っつうか、たまにこう恥ずかしいとかいたたまれなくなったりしないか。うん、別に冗談でもフィクションでもないのだけど。
魔法少女だったかしら。ああいうアニメーション作品だってヒロイン自身は真面目なんでしょうし。いや、そいつは微妙にジャンルが違ったような。まあいい、ジュンから借りてたまにラノベとか読んだりするしな。このまま開き直って俺も中二に浸りきってやるか。ああ、中二は知らねえか。思春期特有の黒歴史っつうか、いたたまれなくなる。それはどうでもいいわ、時坂君。ひょっとしてあなた、もう先ほどの誘いの答えを出しているの？ああ、そりゃ別に悩むことじゃねえだろ。うだうだ考えるのは性分じゃねえし、すぐに返事をしてもよかったくらいだ。俺は日常が奪われるのを黙って見ているのは我慢できねえ。何があっても食い止める。それ以外に何があるって言うんだ？前から気になっていたけど、あなたの決意と覚悟は歓迎するわ。けれどそれを裏付けるだけの根拠は一体？え？理由と言い換えてもいいわ。死と隣り合わせになる危険にさらされたとしても譲れないような覚悟、それはどこにあるのかしら。ちょっと待て、根拠だの理由だの一体何を？10年前、私は全てを失った。あの赤く染まった空の下で。え？ネメシスの研究者だった父と、私と同じ執行者だった母、東京での異変にいち早く気づいた二人は独自に行動を開始した。幼い私を連れて逃げ惑う住民の避難を助けようとしたの。そして数万人規模の住民をなんとか逃がしたところで、その最悪どもは現れた。無数のエルダーグリードと、それを操るグリムグリード。迷彩の元凶ではなかったけど、それに引き寄せられるように現世に現れ、父と母は住民を助けるため、そして幼い私を助けるため、勝ち、私は二人の張った結界に守られて見ていることしかできなかった。泣きじゃくってダダをこねる私に、心配ない、大丈夫だって、今でもその笑顔を覚えている。ヒイラギ。その時母からは形見も受け取った。このソウルデバイスは母から受け継いだ魂の形。母は研究者だった父の助けで最終的な形に仕上げたみたいだから、そういう意味で私は二人の魂そのものを受け継いだと言えるわね。
これが私の原点。時坂君、あなたの原点はどこにあるの？それ…あなたには間違いなく心意気があると思う。でも本当の意味で根拠や理由のないものを父には連れていけない。覚悟や決意は裏打ちがなければただの欺瞞になりかねないから。せめてゆっくり考えてみて。私もできればあなたには力になってほしいから。根拠に理由か。6月とはいえまだ夜は冷えるか。そうだな、もう一度風呂に入って少し頭を冷やすとすっか。ちゃん、いる？しおりか。正解。さっきこうちゃんが入っていったのが見えたから、せっかくだと思って。貸し切り状態なんだよ。驚かすなよ、いきなり声かけてきやがって。ごめんね。でもこうしてると思い出すね。小さい頃はよく一緒にお風呂に入ったし。ああそうだな。
ってろくに覚えてねえっつの。お前な、あんまそういうこと他の連中の前で言うなよ。いつまで経っても彼氏とかできねえぞ。私としてはこうちゃんの方が心配なんだけど。ぶっきらぼうだし、バイトばかりでデートとかおろそかにしそうだし。え、ほっとけ。言われたことで悩んでるの？さっき中庭で話してたでしょ。その後こうちゃんがお風呂に入っていくところを見かけて、そうかなって思ったんだけど。たく、名探偵かなんかかっつーの。言われたんだ、柊木に。俺の心意気は認める。だが覚悟や決意を裏付ける根拠はあるのかってな。別にそれが悪いとは思わねえ。いろんなものに背を向けて始めたバイトにしたって、今では馴染みも増えたし、やりがいだって感じてるからな。柊木たちとの活動も同じだ。どれも決意と覚悟を持ってみんなと乗り越えてきたと思う。だがそれでも重大な決断を迫られたのに、ろくに悩みもせず迷いもしないで当然のように答えを決めてたのは、やっぱ何かが足りないんだろう。多分柊木にはそれを見抜かれたんだと思う。確かに真剣にやってるやつにしてみりゃ失礼な話だ。お呼びじゃないって言われても仕方ないかもしれねえな。こうちゃん、私はこうちゃんを止めないよ。え？こうちゃんのことは何でもわかるよ。小さい頃からいつだって大切なもののために頑張ってた。中学の時何かに悩んで部活と稽古をやめちゃって、バイトばっかりやるようになってもその根っこは全然変わってない。
そんなこうちゃんの優しさに助けてもらった人はたくさんいるし、私だって何度も助けてもらってる。なんだか最近知らない間に助けてもらった気もするし。え？さすがにそれは夢か何かだと思うんだけど。でもそう思えちゃうくらい、こうちゃんはこうちゃんだってこと。困っている人を、大切なものを守るのに苦労を惜しまない。それが私の知ってる時坂光っていう男の子だから。それが私の大好きなこうちゃんなんだから。りょうたくんやじゅんくんだって先生やソラちゃんだって。そしてヒイラギさんだって同じだと思う。ちゃんとコウちゃんの問題に気づいて、それでも力になってほしいって言ってくれたんでしょ。か俺は。確かにガキの頃からその部分だけは変わってねえ。昔からおせっかいで押しつけがましくて、裏で勝手に動いてでも何とかしてやりたくなっちまう。それは喪失感を埋めるためだけじゃねえ。俺にとっては自然でどうにもしっくりくるんだ。だったらそれは俺にとってのスタイルだ。覚悟や決意を裏付ける根拠となりうるだけの。
第一考えてもみろよ。柊木や美月先輩がこの先ピンチに陥ったとして、俺は放っておけるのか。ありえねえ。天地がひっくり返っても。悪い、いきなり口走って。でも答えは出たみたいだね。ああ、おかげさまでな。ヒイラギのやつが妙な突っ込み方をしてくるから、つい考え込んじまったぜ。まあ、てめえを見つめ直すいい機会には。ひょっとしたら私がヒイラギさんに頼んだからかも。コウちゃんのこと危なっかしいからよろしくって昼間頼んだばかりだから。なるほど。っておい、たく妙に仲良くなってると思ったら。女の子ならではの同盟だね。ちなみにソラちゃんにも同じことをお願いしてるから。あのな、ま、そいつはともかく、しおり、サンキューな。どういたしまして。しおり、そっちは大丈夫か？
伊吹先輩や小日向先輩、トア先生に佐伯先生も。館内にいた従業員たちも全員止まってやがるな。この様子じゃ離れにいるスピカたちも同じかな。どうやら時間そのものが停止しているみたいですね。私たち的確者以外の全ての皆さんの状況、異界絡みなのは間違いないでしょう。ですが、時間に干渉するなんてあまりに常軌を逸しています。私たちに語りかけてきた声といい、一体何が。私たちを誘っているみたいですね。って、さっきの声が。と登ってみるとするか。
今まで何度か会って、その都度忘れちまってたが、答えろ、この状況はお前の仕業か。ことと次第によっちゃただじゃ済まさねえぞ。それじゃあ早速始めようか。これって白い亀裂だと。ここも異界の迷宮か。なんなのさ、あの謎のロリッコは。異界の子、そんな風に呼ばれる存在です。ここ数十年、異界化が起きた場所でたびたび目撃されているのですが、正体は一切不明だけど、異界についての謎の全てを知っているとささやかれているわ。私も初めて見たけど、時坂君は会っていたみたいね。ああ、2回ほど会ってる。一番最初はソウルデバイスを手に入れた時だ。私たちの時は出てきませんでしたが。お前の時だけわざわざ現れやがったのか。ええ、そうみたいっす。少々気になりますが、今は正体を戦議している場合じゃなさそうね。ああ、どういう小娘か知らねえが。さすがにこいつはいたずらが過ぎるってもんだろ。と捕まえて、とっとと元に戻させてやる。はい。行くとするか。うわ、幽霊じゃありませんように。柊木さん、よろしくお願いします。こちらこそ。それでは行きましょう。
退しますね。貫け。
よし、ゲットだ。
するぜ。
ですね。
うまいな。せい。ハーミットシュート。よっ、ここです。
ちょろいもんだね。これであとはあの白いチビスケだが。見たところここが終点みたいですね。異界の子一体どこに行ったの？お見事。まさかお前が化けてやがったとはな。そんなことまで可能だなんて、やはり人間ではないみたいね。この地に眠る力を少し借りさせてもらっただけさ。君たちの力も一応見させてもらったよ。どうやら選択に見合う資格は持っていそうだね。でもよかったのかな。果たしてその選択が正しいかどうかはわからないよ。何を聞いたような口を。ああ確かにな、正しいかどうかなんて飛び込んでみなければわからない。決意も覚悟も本当の意味で固まっているわけじゃねえんだろ。だがそれでも俺は自分の流儀に従うことにした。少なくともそれを貫き通せばどんなことになったとしても後悔はしないだろうからな。コウ先輩、決めたのね。なるほど。ならその選択がどんな未来を紡ぐのか、これから楽しみに見届けさせてもらうとしよう。健闘を祈るよ君たち。戻ってきたか。ええ、時間も元通りに動き始めたみたいです。旅館の皆さんももう大丈夫でしょう。よかった。まったくどうなるかと思ったよ。でもあのロリッコ見届けるとか言ってたけど。彼女の真意や目的はわからないけれど、ひとまず今夜は一件落着と考えてもいいでしょう。ヒイラギ、それに美月先輩、今回のことでようやく自分のことが見えてきた気がする。俺自身の流儀を、森宮の町とそこにある大切なものを守りたいっていう。コウ先輩。言うじゃねえか。決意も覚悟も十分とは言えないかもしれねえ。だがその流儀を持ってこれからも関わらせてもらう。これが俺の返事だ。
高くん。そう、私も参加させてください。人を生かし守るという生島流の名にかけて。俺も参加させてもらうぜ。森宮というホーム、ブレイズの魂を持って守り抜くためにもな。ま、僕はそういう暑苦しいこだわりはないけど、知らないことや解けない問題を放置するのは許せないんだよね。同じく参加ってことで。高畑くん、生島さん、それに篠宮くんまで。ありがとう。どうか力を貸してください。佐伯先生、本当にいいんですか？まだ座席は余裕があるみたいですけど。いや、せっかくですが渓流沿いで帰りますよ。いい蔵元もあるのでそちらにも寄ろうかと。渋いな、あんた。そういや、日本酒で有名なところがあったっけ？昨日は楽しかった。誘ってくれてありがとうな。それじゃ、また学校で。さすがだな。いくらしないとはいえ、歩いて帰るのは大変そうだけど。佐伯先生なら心配はいらないでしょう。佐伯のことはともかく、まさか起きたらとっくにスピカが出発してたとは。あ、7時くらいに出発しちゃったんですよね。ああ、関西の方でライブがあるらしいからな。ま、久我山たちも無事でよかったっつうところか。それでは皆様、そろそろ参りましょうか。どうぞお乗りください。こうなったら絶対に記念ライブのチケットを。はいはい、頑張って。そうそう、異界対策室の件ですが。週明けから部として立ち上げる段取りとなっています。部室の手配も済んでいるので詳細は追って連絡しますね。そうか、
部活なんすよね。掛け持ちとかは大丈夫なんでしょうか。ええ、それは大丈夫よ。部活か、ちょいと新鮮だな。うん、僕もずっと帰宅部だったからな。私は顧問を引き受けるんだけど。あ、そういえば部長はどうするの？ええ、できればそれも決めておきたかったんです。部としての体裁を取る以上代表し…なるほど、さすがに美月先輩ってわけにはいかないっすよね。はい、生徒会と部の代表は兼任できない決まりがあるので、できれば柊さんにお願いしようと思ったんですが。まあ妥当だろうな。アスカ先輩なら申し分なさそうですね。ああ、なんといっても異界関連の第一人者だし。いえ、部長なら私よりもふさわしい人がいます。時坂くん、私はあなたを推すわ。ちょっと待て、どう考えても柊が適任だろう。なんで俺が。私は外から来た人間よ。森宮の町を守る、それを目指す部なのだとしたら、やはり森宮に根付いた人こそ部長であるべきだと思う。それは。ま、意外と合ってるんじゃない。コウ先輩なら私も大賛成です。せいぜい腹をくくれや。大切なものを守る、そうちか。ああ、もうこんちくしょう。わかったよ、引き受ければいいんだろ。決まりね。よろしくお願いしますね、時坂部長。コウ君が部長さんか。楽しみだね。まったく楽しそうにしちゃって。頑張ってね、こうちゃん。